ドジャース戦、つまらない。エンゼルス戦のがワクワク感あった。大谷いらないやん、こんなん。大谷いらんやろ。1試合6点取れば良いんでしょって打線。メーカーさえ協力してくれれば良いんだが、室内入ると拷問。大谷必要なくて草、大谷 VS ドジャースが見たかったわ。ドジャースだとあんま大谷でホルホルできなそうやな。攻守ともに強すぎてつまんね。勝てるか勝てないかわからない試合を見たいのに。無意味なレギュラーシーズンで生きり散らすいつものドジャースじゃん。どうせポストシーズンは負ける。この打線を抑えられる投手がどれだけおるんやろうな。わかるわ、こういうのじゃないんだよな。ドジャースがピンチになった時に颯爽と助けるんだよ。別な意味で、なおど、やな大谷が打とうが打つまいが関係ない。ラスボス倒した後の RPG で雑魚倒してる動画見てる気分や。大谷が何もしなくても優勝できそう。今年のドジャースは強いな。ゲームでチート使った気分。エンゼルスみたいに試合をひっくり返すようなエンターテイメント性が欲しい。大谷が微妙な成績で優勝しても日本人は大谷だけ絶賛や。ご視聴ありがとうございました。